こんにちは、テクニカルライターのKTです。今日はスタジオに入るまでこの構成というのを全く教えてもらわなくて、かなりこうプレッシャーが高くて夜も眠れない状況でしたけれども、このスタジオ入ってこれを見た瞬間に僕は確信しました。今日はウイニングランです。それだけやってみます。さてCPU からちょっとつけていきますか。見えない。ダメです。メモリか、リュックファイル、あ、こっちか。見てる方はもう次も気づけと思いますけど、電源パターンが全部こっちなんですよ。これ全部裏にある BTF ですね。なので今日はやばいです。はい、まずは終わり。一旦ちょっと横に置いたい。でここからが問題なんだよね。これしくじるとどう、フェースの方で裏側がこうだから、多分ケーブルはこっちが正解。こう来て、これがこうなって、いや逆じゃん、逆だよ逆。なんかこう来てこれがこうなるから逆だよね。逆だとね。よいしょ。
はい、電源入れて終わりと。電源よいしょよっ、はい、ケース。上も外す、ガラスも外すと。でよっ、あ、ちゃんとね、電源のネジがちゃんと白いよね。これはすごい。よいしょ。さてと、ここからの問題では、あ、よし合ってる。ケーブルの向き合ってる。やめてください。OK、 よし、あとはシクシクと、注意報を解いていきます。よし、よし、OK。で、マザーに行く前にケーブルやっとかないと、あと積むので、どこか通そうかな。ファンの電源、ファンの電源を、ファンの分岐ケーブルにつなぐと。で、あとは RGB、 ファンの RGB か、これは後ろか、いや、どうやってこいとか。これは ATX メインパワーをこうでこうで下に流しておく。あとは、HD オーディオ系はあらかじめ下に回しておく。USB のあれはこっちくらいの中の OKOK、ね、よっ、このケース盤に邪魔されたら入るかな。よししまった、私の人がやってしまった。やばい、私としては。こ
これの先に合わせた方がいいのかな。あ、そうか、裏配線だな。そうか、そんな人もなかったんだ。あ、なんだ、疲れてる今日は。 OK、 よかったよ。気分にしてなかった。疲れているな。 OK、 じゃあ CPU クーラーを。水枕の椅子に投入ますかな。よっこらしょ。よっこらか。よっこらしょ。TX メインパワーはこう来ると。違う。よいしょ。16分もここへ来ると楽でいいな。おい、楽でいいな。さてと、これでこういうことにありがちなのは閉まらないんだ。ちょっと膨らんでるか、ちょっと膨らんでるか。これがね、うまくこっちを取る。これがいいか、ダメなのか。間違っていたら直す。タイトに、タイトに。さあ、頑張る。ポイント。ついでに、全部やっちゃう。よし。これはブラボー。あ、これが、しまった。美しくない。美しくない。よいしょ。オッケー。よし。これね、また。大丈夫だよね。タイトに。何スロ2スロ隠しシートを外して、BTF 仕様のグラボだから補助電源ケーブルいらない。楽でいいね。 OK。ディスプレイお願いします。一番さて、人間だけども、最後は作って
電源入れて、じゃあお疲れ様でした。お疲れ。